色は透明黄色、比重が 1.011、 まあ薄いですね。 pH6、 あでも点滴の後だから薄くてもしょうがないですね。 pH6 ちょっ と、低いです。タンパクブドウとケトンビルビンはマイナスで、鮮血反応は1プラス、ね、尿鎮鎖の顕微鏡検査所見、なんか見にくいんですけど細胞成分がいくつか出てます。ただ赤血球、白血球そう出てないように思いますね。まあ細胞成分はちょっと多いかなと。これじゃはみ出してるもんな。まあ細胞尿円柱か、尿円柱だね、これとこれ。ちょっとまとめると赤血球、白血球はない、細胞成分はちょっと多い、血小細菌ない、尿円柱もたまにあると。じゃあ以上です。